こんにちは、オードリーカスガと申します。いつもカスカス動画を見てくれてありがとう。今回は、業務用スイーツを紹介します。ババロアです。ロアロアじゃないです。写真は、黒いので載せませんでした。興味ある方は、検索してみてください。目の 成虫です。ババアのロアじゃないです。熟女好きとか、そんなんじゃないです。あっても、テレビでしか言いません。値段は、1リストル302円です。1キロと言った方が。わかりやすいでしょうか。お得でしょ。他にもシリーズがあります。牛乳パックシリーズですね。 個人的にレアチーズが気になります。添加物です。ゼラチンが入ってます。お肌にいいんでしょうか必死コラーゲンでしょうか豚でしょうか気になります。開けた感じこうです。ぎっしりと詰まってますね。ちなみに、前回、しないと取り出せません。 味はチョコレートの溶かしたような味です。ねっとり感があります。チョコレートのペースト状のやつです。ゼラチンが入ってるせいか。チョコが固まらないんですよ。どんぶりに入れてみました。なんか汚いですね。こっちはどうですかなんとこの使用品は、飲料水にもなるんですよ。 巨と得ですね。味は、ココアみたいな感じです。食べ終わった後は洗濯バサミで閉じましょう。また明日。あと、私、ま、事ですが。ほっぺたに二つ穴を開けてスコップでも通そうかなと思います。意外にも出るんですよ。ごめんなさい。冗談です。以上。 オードリーカスが、のカスカス動画でした。それでは、じゃんけんタイム、いきますよ。最初は、グー、じゃんけん、トーン、うふふふ、バイ。